イギリス海軍の駆逐艦の艦級。先行する後期バトル級の発展型として1944年度戦時予算で建造されたことから、当初は1944年型バトル級とも称された。ネームシップの建造費は228万円ポンドであった。戦時予算により建造された最後のイギリス駆逐艦であると同時に、 艦砲と魚雷を主武装とした最後のイギリス駆逐艦であり、また在来型としては最も重武装のイギリス駆逐艦でもあった。このため海軍では当初、駆逐艦の域を超えた小型巡洋艦として扱っており、単にダーリング、クラスシップスと称されていた時期もあった。この際には、軽巡洋艦に準じて、艦長としては大差が補えされていた。 第二次世界大戦中、イギリス海軍は、王宮から CR 級まで14時にわたる戦時、急増駆逐艦を建造した。これらは順次に装備の改正を重ねてはいたものの、特に、救急以降は基本設計をほとんど変更しないことで量産性を向上させ、戦局が急迫する中で112席という大量建造を実現した。 その後選挙区の安定に伴い、1942年度計画では、新しいバトル級の建造が開始された。これは、従来の戦時急増駆逐艦の設計から脱却した、強力な艦隊駆逐艦であり、1943年度計画でも、多少拡幅するとともに装備を改正した、後期バトル級が建造された。両級では4.5インチ連装砲を2機を 搭載していたが、前方火力を重視する、実戦部隊の要望を受けて艦砲は、選手側に集中配置されており、艦尾側には、広角機銃しか配置されておらず、後方火力の弱体差が指摘されていた。その後、看板下への埋め込み部分を配することで軽量化し、艦内レイアウトへの影響も低減した、新型砲塔が開発されたことを受けて、これを採用して、 完備側にもう一機の連想法を追加することが検討されるようになり、1943年8月2日には概念設計の作成が加齢された。これによって建造されたのが本級である。配置図。蒸気の経緯より、基本的にはバトル級を元に発展させた設計となっており、線形としても同じく挑戦主導型を採用した。重装備化のため、 全長にして11フィート、全幅にして12.5フィート拡大され、角の大型化による運動性低下として批判されることもあった。ただしこのような船体の大型化にもかかわらず、トップヘビーによる復元性の低下が危惧されたことから、同年度計画の G 級と同様、甲板高さの減高及びアルミニウム合金の導入。 溶接工法の範囲拡大などの重量削減策が講じられた。またレーダーピケット艦としての運用が想定されたこともあり、環境構造物は拡大されたほか、NBC 防護を想定した構造となった。大きな変更点として、ボイラーとタービンのシフト配置化がある。これは先行するエポン級において、アメリカ駆逐艦に習って導入された新機軸であり、 同級と同様に煙突は日本式となって、一番煙突はラティスマストの基部と一体化しており、マック構造となっている。当時、アメリカ製の機関と比して、イギリス製の機関が重い割に出力が低いことが問題になっていたが、本級はその是正を試みた初の環球となった。後期バトル級では、出力5万馬力に対して743トンで、 あったのに対し、本級では艦型拡大を補うために出力を5万4000馬力に増強したにもかかわらず、機関部重量は700トンに抑えられた。手記は、パメートレーダー製のパーソンズ式、または、イングリッシュエレクトリック式のオールギアードタービンが搭載された。なお、従来のギアードタービンは一段減速式であったが、本級では初めて二段減速式となり、 主機の全長短縮につながった。また本級では推進機の回転数は 300rpm に低減された。これは推進効率の向上とともに水中放射雑音の低減による単身技の性能向上という観点でも恩恵があった。主機の出力増強に伴いボイラーの蒸気清浄もバトル級の圧力 400lbf in に 温度下肢700度に対して圧力 650LBF、インに温度下肢850度と高温、高圧化されており、高温、高圧管の試験管として1927年度で建造されたアケロンの蒸気製浄を初めて上回った。ボイラーは、デアリング、デライト、デコイ、ディアナでは、バブコックウィルコックス式、それ以外の管は、 フォスターホイラー式であった。なおイギリス駆逐艦は JQ 以来ボイラー二艦による機関構成を連綿と堅持してきたが、本級ではとうとうボイラー二艦で発揮できる上限出力に達した。電源としてはタービン種発電機2機とディーゼル低白発電機3機を搭載した。また本級のうち、レンティ、レアリング、ディフェンダー、 デライトでは従来通りの 220V の直流であったが、それ以外の缶では新しい 440V、60Hz の三昇降流を採用し、これは新しい標準となった。蒸気の経緯により、漢方としては45口径 11.4cm 砲を最大行角80度の RP41 マーク6連装砲がと組み合わせて搭載した。 これは、乾板下への埋め込み部分を廃したモデルであり、1947年より、前期バトル級、セインツで、会場試験が行われており、当初は、後期バトル級の後期立て増艦から装備化する予定であったが、これは発注そのものが取り消されたことから、本級での装備化となった。なお本級での搭載と合わせて、砲も、砲がと合わせて、マーク、6と解消された。 包囲版としては、前期バトル級のマーク6及びフライプレーン照準算定期の組み合わせが踏襲され、改良に伴って、後にマーク 6M と解消されたほか、1963年以降は MR、MRS-3 に更新された。近距離用の体育兵器は、当初は、新開発のバスター式56口径 40mm 連装機銃が検討されていたものの、 結局、後期バトル級と同じシュタグ式56口径 40mm 連装機銃となり、機銃射撃式装置も MRS-1 から CRBF に変更された。また後に、軸線上の機銃はマーク V に変更され、その機銃射撃式装置は、漢方の複方違反としても使えるように措置された。対戦兵器としては、計画段階では、 対戦迫撃砲を排して爆雷のみとすることも検討されたものの、最終的にはバトル級と同じくスキッド1機が搭載された。なお新開発のリンボーの搭載も予定されていたが、これは実現しなかった。ただし、オーストラリア海軍向けに建造された、ボイジャー、ベンデッタ、バンパイアは、イギリス艦のスキッドの代わりにリンボーを1機装備して、建造された。 対艦兵器としては、バトル級で再度来装強化に舵を切っており、同級の21インチ5連装魚雷発射艦2機という構成が踏襲された。ただし後部発射艦は1958年から1959年にかけて、また全部発射艦も1963年の改修で撤去された。博物館船として展示されている。 バンパイア1970年代前半に、オーストラリア海軍は、手持ちのデアリング級駆逐艦3隻のうち、バンパイアと、ベンデッタの2隻に大規模な近代化回収を行った。回収の内容は、以下の通りである。このほかアイカラ対戦ミサイルや、C、シーキャット PDMS の追加装備も計画されて、いたが、予算面の都合から見送られた。 バンパイアは1970年6月29日から1971年11月17日まで、ベンデッタは1971年9月29日から1973年5月2日まで、近代化改修が行われた。また、ダッチェスは、バトル級駆逐艦、アンザックの光景として、 ウィリアムズ・タウン造船所において1973年1月3日から1974年8月14日にかけて練習艦に改修された。この際に X 砲塔やスキッド対戦迫撃砲魚雷発射艦を撤去して練習生のための教室や訓練設備を取り付けている。本級は1943年から1945年に かけて17席が発注されたが、第二次世界大戦後の軍縮のために1945年12月に8席がキャンセルされた。残る8席は1945年12月から1949年3月にかけて順次に寄港されたが、戦後に寄港した他の駆逐艦同様、しばらくの間建造が中断され、収益は1950年代まで遅延した。 また、当初は、バトル級の一部として建造される予定であった、ダナエとデライトは、本級に設計変更されたものの、予算削減に伴って、ダナエの建造は中止され、デライトのみが収益した。また、オーストラリアにおいても3隻が建造されており、これらは、同国海軍において、ボイジャー級として運用された。また、1964年2月10日の空母、 メルボルンとの衝突事故によって、ボイジャーが失われたことから、英海軍艦であった、ダッチェスが同年中に、オーストラリア海軍へ対応され、1972年には、そのまま、同海軍へ15万イギリスポンドで売却された。また、一旦は発注されたものの、1945年12月に、キャンセルされた艦の予定艦名は、以下の通りであった。 また、オーストラリアでも4隻目のウォーター編が1952年に寄港されたが、1954年にキャンセルされ建造中止となっている。同世代間ありがとうございます。